はい、どうも、チョボくんやります。e フットボール2022アプリ動画やっていこうということで、今回は、星5は指名契約金から獲得可能、ピーチャーフィリップ・コーチーの名刺やっていきたいと思います。コーチーのコメント欄の方でも人気あってですね、コーチーの動画見たい方もたくさんいて、やっぱこぼれ拾ってコーチーのね、やっぱコントロールカーブ、あそこをね、今回は全力で狙っていきたいと思います。まず、タレントデザインがこんな感じです。シュート5、ドリブル4、クイックネス4、脚力4ということでバランスよく振ってるんですけど、シュートね5、これでまあちょっとですね、やっぱコウチーニョの得意なコントロールカーブのところを強化してます。能力強くドリブルできて、カーブ数値が90、通常コウチーニョと比べてボディコントロールがね94とめちゃくちゃ高いので、ボディコンの高さを生かしていきたいと思います。ダブルタッチ、軸裏、足裏コントロール、ドリブル系スキルしっかりあって、コントロールカーブにミドルシュート、やっぱこのねコウチーニョの根幹ミドル、ゴールに突き刺していきたいと思います。さらにワンパス、ルーパス、アウトスピンキックにノールックパスとね、パスも最高にできる選手なので、やっぱコウチーニョはね出てきたら使いたくなっちゃうよね。それでは早速星5指名契約コウチーニョしていきましょう。左ウイングコウチーニョ指名契約星5、そしてゴールキーパー、正ゴールキーパーにピーター・シュマイクをいきます。コウチーニョ不調を引いている、長所並みが普通なのはね若干ネックの部分ですけれども、決めます。2得点を目標に、ね、やっていきましょう。 OK、 来た、いいとこ動いた。ドローオープンからの、うわー、そうコウチーニョいいスライド、いいスライドドリブルですね。はい、うわー、うそー、惜しい、顔面トラップも良かったけど。さあ、いい、なんかさ、やっぱドリブルえぐいっすよね。これ入るんじゃねえ、うわ、ボール1個分、ボール1個分、惜しい。コウチーニョ MOM、 コントロールカーブね、コウチーニョ今回出ました。ブラジル代表で悪く決めた時もこの辺でしたよね。コウチーニョミドル今回見れただけでも満足なんですけどね。リバプール時代のコウチーニョやりたいな。いやー、内防、逆サイド空いてる、逆、さあワントラップからコウチーニョー、うわー、今の今回うまい、コウチーニョ、さあワントラップからコウチーニョー、あのトラップ入れてからの根幹決めるのはやばいっすね。一回当てましょう。コウチーニョ前向いて、左サイドのドリブル、駆け引き、さあ誰か倒しました、誰かを、こういうとこ狙ってみるのもありなんじゃないかな。コウチーニョからロベルト・カルロス、さあロベカルどうする、一旦前を取る、コウチーニョ、コウチーニョに渡る、行ったんじゃない、これも真っ赤ー、曲げたが惜しい、くー、うわー、ピーター・シュマイケのビッグセーブ、コウチーニョゴールに、さらにピーター・シュマイケの活躍で勝利。ここほとんどね、もう時間ないところでトラップからシュートまでのスピードが神、コウチーニョー絶好調、調子最高いきました。で、さあこっちから行くぜ、コウチーニョ強い、外回り、コウチーニョで曲げていきます、完璧、あそこまでねドリブルえぐって、そっからのねミドル効果、絶好調コウチーニョ強いよ、よいしょー、これが即インパクトキックフェイント即シュート、よいしょー、これが即、さあコウチーニョ一回下がって受けると、やめる、うお、消えたね今ボールが、くわやば、ボール消えました。コウチーニョミドルコンカ突き刺していく、まだまだいきましょう。コウチーニョで、ね、やりたかったこともめちゃくちゃできて、うお、いったんじゃない、いい、キャタでチャドアでトーショー、えぐいね、もうコウチーニョゾーン、ここでさ、いいね、負けないですからね、そしてコウチーニョナイスタッチ、左足入れ、よーし、オッケー、決めたー、狭いスペース、うん、まっ、い
右はピーター・シュマイゲルが立ちはだかるよ。しかしピーター・シュマイゲルすげえピーターです。オッケー、ピーター・シュマイゲル、ピーター・シュマイゲルやばいね、めっちゃいい。ワンタッチ、よし、いけるか、いける、いける、おっしゃー、いったー、最高。これが星5指名契約権コウチーニョパワー。ラスト試合コウチーニョ行きましょう。ミドル今回決めてね、ドリブルも決めたんで、あとね最後も得点取って終わりたいと思います。よっしゃー、お願いします。さあ止まってるボールをコウチーニョ行く、止まってるボールをコウチーニョ、フリーキック、こぼれ拾ってコウチーニョじゃないけどね、止まってるボールコウチーニョ。さあフリーキック、鮮やかな芸術団を決めていく。カウンター、どうしようかな、一回運びますか。ラインが上がってる、コウチーニョは OK、タッチ、かあ、ちょっとさ、イブラとのコンビネーションのタイミングはね、バチグーとバチグーでしたけど、OK。さあ、コウチーニョワンタッチパス、そしてもらっていく、もう一回、ここ、抜けた、キックフィント、コウチーニョ、さすがですね、今のところワンタッチパスとパスアンドゴーと、最高のゴール、まあ、ドリブル、パス、連携の部分、あらゆるところを、ね、出してくれた今。狙える、やった、いたーこれちょっと待って、いやー今の待ってくれ、これレッドカード出るかもしれない、イエローがコウチーニョ怪我した説ない、これコウチーニョパス、ナイボー、もう一回、オッケー、曲げるぜコウチーニョで曲げるぜ、さあ直接が勝ちです、直接狙ったんですけどね、かなりいいところにボール行ったけど、ということでね、途中ではあるんですけど、ラストも終わりパターンですかね。ラスト試合もねコウチーニョ輝いてくれました。今回は指名契約星5から獲得可能フィーチャーコウチーニョメシオでした。またやるならドリブルめちゃくちゃ上げたねリバプール時代コウチーニョとかまたいつかやりたいですね。コメント欄でもねコウチーニョの名刺を見たいという方もたくさんいたんでね、今回は全力コウチーニョめちゃくちゃ楽しかったですね。今後登場したねガチャの選手もね使っていこうと思うんで、ぜひ皆さん遊びに来てください。では今回も最後ご視聴いただきありがとうございました。どうしよう、それではご視聴いただきありがとうございました。もしよければチャンネル登録高評価コメントの方もよろしくお願いします。では皆さんまた会いましょう。ドスクイプレイプー。